はい、皆さん毎度毎度。はい、おばちゃんパーマのね、仕上げね、まあ微妙なカットしてね、1ミリとか2ミリね、表面ちょっと削りを程度のカットなんだけどね、そんなの切ってね、なんか変わるのかよってね、これパーマ屋には分かんないよ。床屋さんだと毎日そういう仕事してっかんね。自分もね、やっぱ若い時、まあザク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 切るようなカットね、1センチ切りました、3センチ切りました、10センチ切りましたみたいなカット、まあ2、3センチ切んなきゃ何も変わんねえよみたいな、ねえ。だけど、まあ、こういうおばちゃんパーマでショートになってくると、ショートになればなるほど微妙になってくるよね。だから男性の刈り上げなんか1ミリの調整じゃなくてもう 0. 何ミリの調整になってくるからね、そういうの当たり前にやってっからね。だから自分が表面1ミリ2ミリ削ってんの見ると、美容師ならね、めんどくせえ、そんなの切ったって切らなくても同じだよとかね、簡単に毛先すいちゃえとかって思うかもしんないけどね、まあ、床屋さんに言わせたらね、刈り上げなんかね、1ミリどこの騒ぎじゃないかね、 0.3 ミリとか 0.1 ミリとか 0.1 ミリって本当にやってんのかなと思うぐらいね、そういう精密な仕事してるからね。だからパーマ屋さんの仕事っていうのは結構荒切りというか大雑把だよね。自分なんか結構1ミリだ2ミリだっつってさ、よたこきながらカットしてるけど、床屋さんの刈り上げに言わしたらまだまだ大雑把だよねこのね、大雑把が身についちゃうとね、うん、もう身についちゃってんだよね、大雑把なカットがね。だからこういうおばちゃんカットの仕上げ、表面1ミリ削ってるとかって見るとね、何おっさん切ってんだよって、暇つぶしだから、暇だから切ってんだろうと思うかもしれないけど、いや暇暇だよ、暇だけど、まあ、できるだけ仕事ってのは早く終わらしたいよね、疲れるから少しでも早く休みたいよねいや、 やっぱり気になるとこあったら切りたくなっちゃうんだよね。でやっぱりね、最後フィニッシュね、細かいとこ仕上げるのにね、腰据えてね、やっぱ椅子ってのは必要だよね。で椅子がないとさ、早く、本当に早く終わらせたくなるんだよね、ちゃちゃちゃってね。そうするとやっぱり細かい作業ができないっていうの、床屋さんっつうのは立ってやってんの、椅子に座ってやってんの、ちょっと分かんないけどね。やっぱり腰据えてやるんだったら椅子っての大事だよね。まあ、ベテランでも若い美容師でもね、若い美容師が椅子に座るなんてのは10年早いとかって、そんなことはないよね。やっぱり切るものを目線に持ってきてね、切らないとね、お客様と同じ目線でヘアスタイルを見てカットしないとろくな頭になんないよね、上から目線だとね。床屋さんもそうだと思うけど、床屋さんの椅子は上にガーッと上がるからね、まあ、その辺どうやってんのかね。まあ、ハイスツールも高くなるのあるからね、カット用チェアね。まあ、ブローをね、こういうショートの頭、強めにパーマかけたやつなんか、ロールブラシでブローみんなできる？スケルトンでもやれなくはないけどね。やっぱりロールブラシ使うようになるよね。これテンションかけちゃダメなんだよね。毛先、とにかく毛先1センチとかね、結構強めにかかってっから、強めにかかってんのは毛先だけなのよ。だから毛先をとにかく伸ばす、うん、毛先を引っ掛けてくるくる回してりゃ、まあ大体まっすぐになっちゃうね。根元から伸ばそうっていうのが間違えてんね。毛先をとにかく伸ばす。であんまり濡れた状態でやるとまたこれが大変なのよ。かなり乾いた状態で最後の 1,2 回をロールブラシで毛先から乾かすってのすると、根元は自然と伸びちゃうんだよね。そう、毛先を引っ掛けてロールブラシをコロ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 、ただね、機械的に回すだけ。だ本当にね、ロールブラシにモーターつけたいぐらい。右手はコロコロ転がせっけど、左手がうまく動いてくんないんだよね。うん、左手がコロコロ転がせねえんだよ、ロールブラシ。なんとかなんねえかな。モーターでもいいし、ゼンマイ仕掛けでもいいしね。はいお疲れ様でした。